どうもトラジローです、今回はソード仮面ライダーガブからパンチングミアシストとキッキングミアシストですね。この2つを仕上げていきます。まずはパンチングミアシスト、パッと見た感じ手を加えるところはなさそうなので塗装のみで仕上げていきます。続いてキッキングミアシストですね。すねの部分と足首のパーツがあるんですが、足の裏の部分丸見えなので足裏のパーツを作っていきます。 1.2mm のプラ板を使って作っていきます。で、大きさを合わせて作るので輪郭をなぞりますね。で、大まかにカットしていきます。で、あとはやすって形を整えてますね。はい、こんな感じになります。で、0.3mm のプラ板を使ってディティールを追加していきます。カッターコンパスを使って 0.3mm のプラ板を丸く切り抜いていきます。はい、こんな感じで綺麗に丸く切れました。で、こんな感じで何個かパーツを作ってますね。で、足裏の部分はプラ板を貼る前にディティールを彫ってから、先ほど丸く切り抜いたプラ板を貼り付けてますね。で、さらにディティールを追加するので下書きして彫ってますね。はい、こんな感じになります。ただちょっとバランスが悪いので丸を大きく作り直しました。はい、こんな感じですね。これで足裏パーツの原型が完成です。先ほど作った足裏パーツですね。他のパーツがクリアパーツなので、この足裏もクリア化していきます。で、型取りするので型取りの枠に紙コップを使いますね。こんな感じで紙コップの底に足裏を固定します。作業しやすいように紙コップはカットしてますね。で、ここにシリコンを流し込んでいきますね。造形村さんの透明シリコンを取材と硬化剤混ぜ合わせて流していきます。で、固まったらこんな感じですね。で、これを取り出すとこんな感じでシリコン型の完成ですね。ここにクリア UV レジン流していきます。で、オレンジで着色してますね。よく混ぜ合わせたものを先ほどのシリコン型に流します。はい、こんな感じで UV ライトで固めると足裏パーツのクリア化が完了です。気泡が入ったので作り直してやすって形を整えてますね。で、足裏に取り付けるピンをつけます。こんな感じで位置を合わせてこの足裏の 3mm 穴の真ん中に印をつけます。で、この印の部分にドリルで穴を開けていきますね。 3mm のドリルで開けてこんな感じで、透明なプラ棒が良かったんですけどちょっとなかったのでプラパイプですね。これを先ほどの穴に差し込んで接着、適当な長さにカットしてます。取り付けてみるとこんな感じですね。上のカバーもつけて、はい、こんな感じになります。若干隙間が空いちゃってますけどね、だいぶ雰囲気が出てるかなと思います。はい、これで塗装に入っていきます。では塗装していきますね。まずはパンチングミですね。クリアブルーとクリアを混ぜた、クリアライトブルーですね。それにさらにクールホワイトを少し混ぜてちょっと曇った感じのクリアライトブルーにしてますね。こんな感じで拭いてます。で、キッキングミの方もクリアオレンジにクールホワイトを少しだけ入れて曇ったクリアオレンジですね。はい、
こんな感じになります。全体的に塗ってこんな感じで、足首の部分少しマスキングしてクールホワイトでグラデーション塗装をしていきます。はい、こんな感じですね。で最後光沢でトップコートしていきますね。はい、こんな感じでテカテカになりますね。全体的に塗り終わった状態です。で付け替えのご地蔵ですね、これも付属のシールを切り出して貼ってます。では以前作った仮面ライダーガブポッピングミフォームに組み合わせていきます。まずはキッキングミからいきますね。すねの部分と足首を取り外しで、キッキングミアシストは分解してこのジョイントパートを取り付けてから装着で、足首にも装着して足首を取り付ければキッキングミアシストを取り付け完了です。で、あとはご地蔵ですね、これもちゃんとキッキングミ用のものを付け替えてこれで完成です。では完成したものを見ていきます。まずはキッキングミですね。右足がかなり巨大になって迫力ありますね。で、一見塗ってないようですけどもうっすら色塗ってますね。で、白い部分もグラデーションで色を入れてます。で、今回足裏パーツですね、こだわって作ってみました。ちょっと足の黒いのが透けてるのがちょっと気になりますね。で、足裏パーツ作ったせいで右足が若干長くなってるので少し膝を曲げてますね。では動かしてポージングですね。キックの前のポーズはこんな感じでしたかね。ちょっと股関節の限界でこれ以上腰を落とせないですね。足を振り上げるような感じのポーズ、足裏のパーツがよく見えていい感じですかね。躍動感のある感じになってるかなと思います。はい、まあ、簡単ですけどこんなところですね。続いてパンチングミアシスト取り付けていきます。ガブは一旦通常状態に戻して手首と腕のアーマーを取り外してパンチングミアシストを装着で、ご地蔵も付け替えて完成です。はい、こんな感じで右腕がかなり巨大になってすだちでも迫力ありますね。で、パンチングミは回収なしで塗装のみで仕上げてますね。肘を曲げてポージング、肘関節はこれがマックスですね、これ以上曲がらないです。あとやはりパンチのポーズですね。巨大な右腕での右ストレート、かなり強そうな感じですね。で、ちょっと角度を変えて地面に向かって打ち付けるような感じですね。これまた迫力あっていいかなと思います。はい、まあ、こんなところですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。トラジローでした。